今回は、東工大大学院士の解説を始めたいと思います。今回,今回は前回の続きで、電磁規格の次は B ですね。B は、有電体について考える。で、5番。一応は電気分極 P を持つ有電体が無限に広がっているとする。この有電体に半径 B の球状の穴を開けたとき、P によって電波が発生する。この電波の Q の中心における値を求めよう。という問題ですが。 まあここはちょっと丁寧にやろうと思うんですけど、まず微小電波を考えて、こいつを積分したいと思います。で今回、中心からの電波、というか、嗅覚を考えるから、r イコール b とすることができます。半径が b ですね。なので、dq っていうのはどのように書けるかというと、まあ、例えば、電荷密度を sigma とすると、sigma の drrθrsin dφ とすることができます。 Q なので極座標の分布を考えています。で、今回、嗅角で考えるから DR は一定であること。あとは R が、R が今回 B であるので、こどのようになるかというと B の事情ですね。なので、ここも B の事情にすることができます。なので、残り考えるべきなのはこのシグマ。シグマがどのように分布することを考える。 シグマが P によってどのように発生するのかを考えます。まあ、分布するのかを考えます。まず、分局 P によって Q の表面には、シグマイコール P コサインシータの分極電荷が生じます。どのようにあるかというと、このように上方向にずっとかかっているので、例えば、この Q の中心、この P の方向に、P の方向から少し傾けた角度をシータとしますと、 p ってのはこっちにかかってると思うんですけど、こっちが θ なので、ここの部分が p cosθ となります。なので、ある θ の角度に、なので p の方向から θ だけずれたところの表面に発生する分極は p cosθ となります。だから、まあ今回、φ で積分するから、一応積分すると、φ について積分するとこのように、 に分布することがわかります、まあ、ここはまあどうでもいいんですけど、まあ、とりあえずシグマイコール p コサインシータの分極電化が生じることがわかりますこの分極電化のシグマによって中心に E が発生しますただしここで注意するのは P に垂直な成分は対称性により打ち消されます、まあ、どういうことかというと例えばこの2点間同じシータの距離の部分を対称性の部分を考えるんですけど すると、電波ってのはどのように発生するかというと、この赤の方向に発生します。で、これを垂直な方向、平行な方向に分解すると、この青のようにすることができると思うんですけど、もちろん同じ大きさであるので、ここは打ち消されます。消しますか。消して、すると残るのがこの青の部分になると思うんですけど、青の部分ってのは、分極 P に平行な成分、つまりコサインシータの成分が残ることになります。なので、 微小電波の式としてはどのようになるかというと、このような式になるんですけど、さらにここにコサインシータをかけなければなりません。このコサインシータを結構忘れることがよくあると思うんですけど、ここにはコサインシータがいります。あとはシータとファイで積分するだけなので、0からファゼ0から2イのこのような式になって、で、まあ、あとは計算方法は何でもいいと思うんですけど、まあ、僕は大体、 コサインシータの難情とサインがあったら、まあサイン、まあつまりコサインシータは変数、まあ例えば x とかを置くと、コサインシータイコール x と置くと、まあこんな感じですね。コサインシータイコール x と置くと、サインシータ dθ か dx とかになるので、まあそういう式を用いて、まあここだとマイナスだけど、まあこのようにすることができます。 で、積分範囲がマイナス -1 から1。で、ファイの部分は何も依存してないので消えて、あとは P の事情も消える。ので、答えはこのように、3イプシロン0分の P となると思いますで。6番ですが、ちょっと問題文が長いんでいろいろ走るんですけど、まあ、電体中では、素子化した電子化 E によって、電波 E によって電気分極 B が生じると考える。 ここでは漢字率解を用いて p コール解イプシロン e と表せるものとする。で、解と α の関係を求めよう。α っていうのが分極率 α 多分一番に求めたと思うんですけど、それとの関係を求めようって問題である中性原子に注目すると、その双極主モーメント p コール α イプシロン e l を引き起こす電波 el は当該の双極主モーメントに働く極性的な電波であるから e とは異なる。 その違いを EL イコール E プラス E のコアですかね。で考える。このような感じで表します。で、まあ解を α と n を用いて表せ。で、n っていうのが密度 n の電子機相極子モーメント P の集団によって構成されている。まあちょっと飛ばし飛ばしなんですけど、まあとりあえずこのようにかけて、で、解を α と n を用いて求めようって問題なんですけど、 まず分かっているのは E のコアの部分っていうのは先ほど求めた5番の式から3イプシロン分の P となります。あと分かっているものといたしましては、ここですね。EL っていうのは P、e、イコールアルファイプシロン EL ってところなので、これっていうのはアルファイプシロン分の P とすることができます。 ま、ちょっと、ベクトル揃いますか。p とすることができます。ちょっと画質悪かったけど。で、これ例えば p ってのを電波で表すことができる、電池器とかでやったと思うんですけど、イプシロン E とかと置いてみると、この式ってのは、電波を抜き出してこのように書けることができます。で、このイプシロン0分のイプシロンってのは、感受率と置くことができるので、 3分の解、e、とすることができますこれもまた電磁器の知識なんですけど電速密度っていうのはイプシロンゼロ、電速密度っていうのはイプシロン 0e プラス分極の形で書けることができると思うんですけどこれっていうのはイプシロン e とすると1プラス解のこのようにできたと思いますので同じようにイプシロン0分のイプシロンを書いておきました そうしますと方程式っていうのが関係式か関係式っていうのがどのようになのかというと双極子モーメントがちょっとやばいなごちゃごちゃになってるけどここは双極子モーメントで小文字の P にしときますこのような形にすることができますちょっと総極子モーメントと分曲の P をちょっと 違いなかったんで、申し訳ないんですけど、小文字の P を総極子で、大文字の P を文極にしています。で、ここでですね、有電体が密度 N の電気総極子モーメント P の集団によって構成されているものとするって書いてあるので、問題文より、この文極の LargeP ってのは n かけまつまり集団でかけるってことなので、このような関係式になれることがわかります。 なのでこれを代入するとどうなるかというと nα イプシロン0のイプシロン0回 e イコールこのようにすることができますでラージ P ってのもラージ P も与えられてましたねラージ P はこのようにかけることができるって書いてたので先ほどちょっと説明はいらなかったんですけどまあこのように かけることができるのと、あとはこの関係式を用いて、このようにすることができると思います。で、イコール1プラス3分の解 E となります。で、計算すると、イプシロン0はキャンセルできて、あとは E もキャンセルできるので、ちょっとわかりやすく書くと3プラスの 解とすることができます。とすると、3分の nα っていうのが、解をか。今回は解を n と α を用いて表せという問題なので、3回イコール、ちょっと計算すると nα と書いて、つまり解ってのは、3nα 分の3マイナス nα かな。 となると思いますなので答えはこのようになるんですけどこれをですねもうちょっときれいに nα1 マイナス3分の nα とかするとこれはクラウジュース・モソッティの式と呼ばれる分極 P に単位体積あたり N 個の電気双極子モーメント P が寄与すると電気感受率ってのがこのように書けるってのが式があります。 これをクラウジウスモソッティの式と言います。で、この式ってのは、まあ、この式の同質はあんまり出ないかもしれないけど、この式を使った問題ってのは割と出ることがあります。割と因子で出ることがあります。例えば大阪大学の因子の2018年の2番の問題、電磁規格の問題で出たり、あとちょっと年度忘れたんですけど、京都大学の因子でも出たことがあるので、まあ押さえておくのは いいかもしれませんただまあ教科書にあんまり書いてないことであるのでまあ別に覚えなくていいと思うけどまあその洞窟とかこれを使った問題とか把握しておくのは結構いいかもしれません。あとは球場5番の問題ですね文局があるところに球場の穴を開けるとか直線の穴を開けるとかそういう問題も割と出ると思うのでそこも押さえておくのがいいかもしれません。 有電体の問題は少しやっとくだけでもう全然違うのでいいと思います。今回は以上になります。